シビアフォントで営業担当しております、高橋と申します。本日はシビアフォントに興味、関心をお持ちいただき、誠にありがとうございます。ここではシビアフォントの使い方を簡単に皆さんにご紹介させていただきたく思います。では画面を共有しながらお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。こちら、シビアフォントの使い方です。 先ほどご紹介いたしました。私、一般社団法人渋谷フォントの営業統括しております。高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。渋谷フォント、実は誰でも使うことが可能です。こちら、少しサンプルで出していますが、こんな形に靴にデータを使ってみたりとか、子供服にデータを使ってみたり、こんな使い方をするのができるのが渋谷フォントになっています。 費用ですが、料金、利用するものによっては変わりますが、販売物であるなら、上代の6%が基本です。しかし、個人利用で販売をしない。そういった形では、渋谷フォント、またはご当地フォントのサイトからご覧いただけますが、ワンコインでご購入いただけたり、フォントは無料で購入することも可能です。販売物でなく、個人で楽しむ範囲であれば、 皆さん自由に使っていただくことが可能です。何にでも使用が可能。ある印刷屋さんがこんなことを話してくれました。実は印刷屋さん、空気以外なら何にでも印刷できますよと。渋谷フォントも同じです。空気以外何にでもご利用いただけます。組み合わせも自由になっています。渋谷フォント 皆さんぜひサイトで調べていただきたいんですが、今実際300種類を超えるシビアフォントのデータやパターンがございます。こちらのパターン、フォントデータを自由に組み合わせていただいて一つの商品にする。そういった場合でもデータ利用量といわれるものは変わりません。例えばですが、こちら、タンブラーでご使用いただいた例を元にしてご説明いたします。 ここの乗り物の上に乗っているこの犬ですね。この犬は、例えば渋谷フォントの中の渋谷8というデータから抜き出して使用しています。ここも渋谷フォントの使い方のポイントなんですが、データをそのまま貼り付けるだけでなく、AI データになっているものがほとんどですので、データの要素を抜き出して、こういった形で一つ使うことも可能です。また、 ここですね。こちらにもシビアフォントのあるフォントが使われています。このように乗り物も、あとちょっと今ね、見えなくなってしまいましたが、下にあるスクランブル交差点、こういったものも合わせて、何個シビアフォントデータを使っていただいても、一つのデータ、一つの商品としていますので、データ利用量は変わらずご使用いただけます。例えば、お菓子のパッケージでしたり、 自動販売機なんていうお話もありました。工事現場の仮囲い、会社のロゴ、企画書、報告書の表紙、そんな形でいろんな商品に展開をいただいております。ぜひ、渋谷フォント、インスタグラムもやっています。こちらに商品採用等々の話や、あと、実は渋谷フォントの裏話、障害者施設で 施設を利用している障害のある方やあと渋谷区で学ぶ学生さんですねデザイナーの卵の学生さんとのやり取りなんかも載せておりますぜひご覧ください渋谷フォントの使い方です契約書を交わさせていただいて使用したいデータを決めていただければ指定のデータをこちらから公開状のデータでお渡しいたします お支払いに関してです支払いに関しては、販売物に関しては売れた分のみ、後からご請求させていただきます。チラシ、ホームページ、タペストリーや、先ほどお話に似てた仮囲いなど、そういったものに関しては、決められた金額ございますので、そちらぜひお問い合わせいただき、一括でのお支払いとなっております。 こんなことできるかなというものがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。今ですと、こういったズームや電話、まあ、いろいろなオンライン、オフラインにてお話を伺って、すぐにお見積もり書も作成が可能です。こういったご質問も受付、あの、お問い合わせいただくことがあります。データの色やサイズは変えてもいいのかはい。自由に 色やサイズを変更していただいても構いません。本当に色を塗って使っても大丈夫かはい。こちらも自由に色をつけたり、普通のフォントのように少しフォントをいじっていただいても大丈夫です。データはたくさん使うとその分費用加算されるのか先ほどもご紹介いただきあのさせていただきましたが、データ利用量は一つの商品に対する価格になりますので、 データはいくつ使っていただいても費用は変わりません。渋谷フォントのロゴや紹介文を載せても大丈夫かというご質問もいただきます。こちらも問題ございませんがあの、契約をいただいた方のみにはなりますのであの、契約前にこういったことをすることはできませんが、ご契約いただけましたら、こちら渋谷フォントのロゴや紹介文も載せていただくことは可能です。ですが、記載の仕方のみ、 あの、弊社にも確認をちょっとさせていただきますので、ぜひその際お知らせをお願いいたします。以上、シビアフォントの使い方になります。こういった形でいろんなフォント、いろいろなパターンございます。ぜひ皆さんの企業、または、あの、個人事業主であれば販売している商品、商材等々ですね。基本的には AI データになってますので、ぜひいろいろなものと組み合わせて ご利用いただけますと幸いです。詳しい問い合わせ、もしくはご質問等々ありましたら、お気軽にシビアフォント、またはご当地フォントのホームページよりお問い合わせください。では、皆様とまたお会いできますことを楽しみにしております。以上になります。